ジェームス・ジェイ・ジェフリーズはアメリカ合衆国の男性プロボクサー。本名はジェームス・ジャクソン・ジェフリーズ。オハイオ州、キャロル出身。元世界ヘビー級王者。驚異的な身体能力の持ち主であり、100ヤードを11秒で走り、正面飛びしか存在しなかった、当時の総高飛びで5ヒート10インチを記録したとされる。オハイオ州、キャロルの農家に生まれ、 6歳の時にカリフォルニア州ロサンゼルスに移住した。少年時代からボイラー工場で働いていた。その堅実なアウトボクシングに若いジェフリーズは翻動されるが3回に左フックでダウンを奪ったのを機に積極的な構成に出た。しかしチョインスキーも粘り逆に16回にはジェフリーズの顔面に強打を浴びせ出血させるなど容易に屈せず 結局20回引き分けの判定が下された文献1。1898年3月22日、ピーター・ジャクソンと対戦し、3回 TKO 勝ち。ブラック・プリンスの異名を持つ伝説的黒人競合に対しての勝利は一躍、ジェフリーズの名を高めた。だが、ジャクソンはすでに全盛期を通に過ぎており、3年ぶりの公式戦でもあった。 後のジェフリーズ自身の運命を思えば皮肉な試合であった。1898年4月22日、メキシカンピート・エベレットと対戦し、3回 TKO、勝ち。1898年5月6日、トム・シャーキーと対戦。水平上がりの屈強な体を持つシャーキーは、ベアナックルスタイルを受け継ぐ強打者でもあり。 巨漢の強打者であるジェフリーズのいわば共像のような存在であった。ファン水ンの顔合わせとして注目を集めたこの一戦は予想を裏切らぬ壮絶な打ち合いの末20回判定でジェフリーズの勝利となった文献に1898年8月5日ボブ・アームストロングと対戦。10回判定勝ち。予定では続けてスティーブ・オドネルと対戦することになっていたが アームストロング戦で拳を負傷したため中止となった。1899年6月9日、世界ヘビー級王者、ボブ・フィッシュモンズに挑戦し、11回小勝ちで世界王座を獲得した。1899年11月3日、防衛戦で南敵トム・シャーキーと再戦。この試合は映画公開を前提にムービーフィルムで撮影された。 ボクシングのタイトルマッチが屋内で動画撮影されるのは史上初のことであった文献さん。ただそれゆえに両者ともリング髪型からの照明用アーク等の可烈な高熱にさらされ過酷な環境で戦うことを強いられた。ジェフリーズ・シャーキー戦の映画ポスター後にリングマガジン誌で地獄の99分と称されることになる。この試合は前回の対戦をもしのぐ死闘となった。 ジェフリーズは2回にシャーキーから2度ダウンを奪うが、とどめを刺すには至らず、逆に15回には顔面への強打を受け鼻と口から出血させられてしまう。20回バッティングを受けたジェフリーズは額からも出血。しかし試合の主導権はすでに彼のものであった。それまでジェフリーズの強烈な右ボディフックを受け続けたことで、シャーキーの左肋骨の数本がすでに折れていたのである。 23回、シャーキーは、クロッキー状態にまで追い込まれるも、クリンチで危機を脱する。24回には、折れたバラ骨が皮膚を貫通線ばかりの事態になりながらも、シャーキーは、左手で傷口を押さえながら右手のみで反撃を、試みる。迎えた、最終25回終了間際、シャーキーがクリンチした際に、ジェフリーズの左グローブが外れてしまうという、アクシデントが起こった。 リフェリーがグローブを戻そうとするも、残り15秒ということもあり、シャーキーは構わず攻め込む。ジェフリーズは、ベアナックルでの応戦を強いられたが、ほどなく試合終了。結局25回判定で、ジェフリーズの勝利となり、初防衛に成功した。試合後のシャーキーは、肋骨骨折2箇所の上、鼻を砕かれ、耳はカリフラワーのように腫れ上がっていた。 しかしこの総計45回の死闘を経て、両者の間には友情が生まれ信仰を深めていくこととなった文献 4?1900 年4月6日、防衛戦でジョン・フィネガンと対戦し、初回55秒での小勝ちで2度目の防衛に成功した。この初回55秒という試合時間は、2005年にレーモン・ブリュースターが初回52秒で、 アンドリュー・ゴロタに TK を勝利をするまで、長らくヘビー級タイトルマッチ史上の最短記録であった。1900年5月11日、防衛戦でジェームス・ジェイ・コーベットと対戦し、23回に左フックで小勝ちを収め3度目の防衛に成功した。1901年9月18日、ハンク・グリフィンを相手に、 4回以内に個できなければ100ドルを払うという変則マッチを行う。2回にカウント級のダウンを2度奪うなど圧倒するも、個は果たせなかった。1901年11月15日、防衛戦でガスルーリンと再戦し、5回 TKO 勝ちで4度目の防衛に成功した。1902年7月25日、防衛戦でボブ・フィッシュモンズと再戦し、 八回小勝ちで五度目の防衛に成功した。1903年8月14日、防衛戦でジェームス・ジェイ・コーベットと対戦し、10回に二度のダウンを奪い危険による TKO 勝ちを収め六度目の防衛に成功した。1904年8月26日、防衛戦でジャック・ムンローと対戦し、二回 TKO 勝ちで七度目の防衛に成功した。 この試合を最後に王座を返上し、無敗のまま引退。サンフェルナンドバレーで農園を開いた。1908年12月26日、ジャック・ジョンソンがトミー・バーンズを14回 TKO で破り、黒人初の世界ヘビー級王者となった。白人の間では人種的な憎悪の念が広まり、彼らはグレート・ホワイトホープの到来を絶望した。作家のジャック・ロンドンは、 引退して農園経営をしていたジェフリーズに対し、アルファルファ栽培の農園から出よ。そして、ジョンソンの顔からゴールデンスマイルを消し去るのだと要求した。ジェフリーズ自身はさして、人種関係に興味を持っていなかったが、報酬の高額さもあり、結局のところジョンソンとの試合に臨むこととなった。迎え撃つ王者ジョンソンは、記者団の取材に対し、ジェフは年を取り過ぎており、 誰を相手にしてもまともに戦える状態ではない。かつての彼の姿を取り戻すことなどできはしないとコメントした。前世時とほど遠い体型となった1909年のジェフリーズ。左はサミュエル・バーガー。実際、長らく試合から遠ざかったジェフリーズの体重は前世紀の220ポンドから300ポンドにまで膨れ上がっていたのである。 トレーニングで減量を試みたジェフリーズだがその過程で自身の身体能力が錆びついている現実にも直面させられてしまう。彼は報道陣から自身の衰えた姿を隠蔽するためスパーリングのスケジュールを変更しまたパートナーも若いボクサーでなく古くからの仲間を選んだ。この時ジェフリーズのトレーナーを務めたジョー・チョインスキーは彼は明らかに 精神的に苦しみもがいていたと語っている。1909年8月6日付けたコマタイムズの紙面。ブルネット受難の年と題されたギガの中で巨大なジェフリーズの拳にジョンソンが殴り飛ばされようとしている。しかし実際の対戦ではこの通りにはならなかった。1909年10月16日、スタンリー・ケッチェルがジャック・ジョンソンに挑戦するが12回戸で敗北。 ジェフリーズは、ケッチェルが勝てば、私はトレーニングを打ち切るつもりだと語っていたが、ジョンソンとの試合に臨まざるを得なくなった。1910年1月7日付、ザ・ノーフォーク・ウィークリー・ニュース・ジャーナル市場では、プロレスリング世界王者、フランク・ゴッチが、ジェフリーズの勝利を予言するコメントを発表した。しかし一方、同じ紙面で、プロレスの父こと、ウィリアム・マルドゥーンは、 引退後の6年で、ジェフリーズの体はすでに錆びついている。ジョン・エル・サリヴァンがコーベットに打ちのめされたのと同様の結果となるだろうと冷静な評価を下していた。1910年7月4日、ジャック・ジョンソンと対戦。両者とも握手を拒否する緊張感の中で開始された、この世紀の決戦であったが、試合は一方的なものとなった。ジェフリーズ優勢と言えたのは4回のみで、 この時ジョンソンの顔面を捉え唇から出血させ、観客を沸かせた他は、終始劣勢に回ることとなった。そして15回、下顎に強打を受けたジェフリーズは、生涯最初のダウンを経験することとなった。なんとか、膝をついて立ち上がるも、待ち構えていた、ジョンソンの強打を受けロープ外に弾き出されてしまう。周囲の手を借りなんとか、リング内に戻った彼だが、 ジョンソンの構成を受けまたモダウンを喫し、見かねたマネージャーがタオルを手に、リング内に入ったところで、試合終了となった。15回 TKO という形で、ジェフリーズは最初で最後の敗戦を経験することとなった。初めての敗北を味わったジェフリーズは、頭を抱えながら、私はもはや優れたファイターではなかった。私はカムバックできなかった。みんな。 私は、カムバックできなかったとうめえた。ジェフリーズ夫人は打ちのめされた夫の姿を見て、率倒し、また、陣営の面々も涙を禁じ得なかったが、コーベットは泣きながら、君はやれるだけのことはやったと慰め、またフランク・ゴッチは、元気を出せ。明日一緒に釣りに行こうと励ました。またジェフリーズはコーベットに対し、ジム、私がかつて倒してきた相手にグローブを渡してきたのを、 知っているだろう。ジョンソンからグローブをもらえないか聞いてみてくれないかと言った。ジョンソンはその頼みを聞き、わかった。記念に喜んで私のグローブを渡そうと応じた。会場で観戦したジョン・エル・サリバンは、勝者ジョンソンに誰よりも先に祝福の言葉をかけ、新聞社に対しては哀れにして一方的な試合だったとコメントした。また、ジェフリーズを グレート・ホワイト・ホープとして担ぎ出した、超本人であるジャック・ロンドンは、イット・アズ・ノット、A ・グレート・バトルと手のひらを介して酷評した。落ちた偶像となったジェフリーズは、失意の中で、彼の農場へと帰っていった。敗戦後、彼が新聞社に発表した公式コメントは、これで、講習は、私のことを放っておいてくれるだろうと結ばれていた。ヘビー級王者在位中のジェフリーズは、カラーラインを引き、 黒人ボクサーとの対戦を避けたとされている。実際、彼はタイトルマッチで黒人と対戦したことがない。だが、ボクサー生活において、黒人ボクサーとの戦いを特に避けていたわけではなく、王座と関わらない試合では、ハンク・グリフィン、ピーター・ジャクソン、ボブ・アームストロングといった実力者と戦い、そのいずれからも勝利を収めている。ハンク・グリフィンは、 ジェフリーズのプロデビューと深く関わっており、ヘビー級王座在位中もノンタイトルの変則マッチで対戦している。ジェフリー・シーワードの手によるジャック・ジョンソンの伝記では、このグリフィンについて、三流という評価が示されているが、ジェフリーズやジョンソンのほかハリス・マーチン、フランク・チャイルズ、ジャック・ムンドーといった競合と戦い、生涯成績29勝4敗9分という、 ボクサーに対しての客観的な評価とは言い難い。そもそもあたりのジャック・ジョンソンは、グリフィンと3度戦って一度も勝てていない。ピーター・ジャクソンは、第5代黒人ヘビー級王者であり、彼のジョン・エル・サリバヴァンが対戦を避けたとされる伝説的、競合である。ジェフリーズは彼を尊敬しており、赤日の面影なく、衰えたその姿を、対戦時に目にして、悲しみを覚えたという。 ボブ・アームストロングもまた元黒人ヘビー級王者である。彼はジェフリーズと友好関係にあり、ジャック・ジョンソンとの正規の決戦の際もジェフリーズ陣営についてトレーニングのサポートをした。当時の新聞にはトレーニングの余暇にレスリングに興じる二人の写真が掲載されている。また、試合当日もセコンドとしてジェフリーズを見守った。試合終盤に ジェフリーズがダウンした際、タオルをマネージャーに渡したのは彼である。ジェフリーズとの直接対戦はないものの、サムラングフォードも、また彼をリスペクトした一人である。ジャック・ジョンソンが再戦を避けた黒人競合として知られる彼だが、普段の正規の決戦直前の新聞記事の中では、ジェフリーズが最初のパンチでジョンソンの顎を砕き勝利することを希望するという。 コメントを発表し、ジェフリーズの惨敗を目撃した直後にも、前世紀の彼であれば数ラウンドで、ジョンソンを仕留めていたと発言している。検討士研究家のジム・カーニー・ジュニアは、ジェフリーズが人種差別に乗せられたことを認めそれを批判しながらも、彼は、ジャック・ジョンソン個人のことは好きではなかったが、それ以外の黒人ボクサーには、好意的で、リスペクトしていたと述べている。ジェフリーズは、 ヘビー級王座在位中、ジャック・ジョンソンからの対戦要求を避け続けたとよく言われる。しかし逆に、ジェフリーズからジョンソンにリング外での対戦要求をしていたという逸話が残されてもいる。以下は1906年3月5日付、ザイブニングワールドでロバート・エドグレンによって紹介された出来事である。サンフランシスコにあるハリー・コーベット経営のバーで、ジェフリーズはハリーと談笑していた。 そこに、ジャック・ジョンソンが、マネージャー同伴で現れた。ジェフリーズは、しばし、ジョンソンを中止した後、近づいていった。君はこう吹聴調しているらしいな。この私が君を恐れ、対戦を避けている。とジョンソンは、後ずさりしながら、それに答えた。ああ、いや、ミスター・ジェフリーズ。私は、そんなことは言っていない。私はただ、あんたと試合をしたいだけだ。 あんたの方は、私との対戦を熱望してはいないらしいが、それを聞いてジェフリーズは、ハリーの方を向いていった。ハリー、私に五千ドルをくれハリーは言われた通りに、金庫からその大金を出すと、ジェフリーズに渡した。ジェフリーズはそれを数え、再び、ハリーの手に戻した。そして、ジョンソンに向き直って、次のように言った。さて、君は、 私が戦いたがっていないと言ったね。ではこれから二人でこの下に降りて、地下室に入ろう。二人だけでだ。もし君が先に一人で外に無事出てこられれば、ハリーが君に、この五千ドルを渡すだろう。ハリー、わかったな。もし私の方が先に、地下室から出たら、この金の中から君の治療費を出そう。さあ、君がどうしても私と戦いたくてたまらないのなら、地下室に降りようか。 ジョンソンは青ざめた。そしてどもりながら次のように言った。ミスター・ジェフリーズ。私は地下室の闘技者ではない。私は地下室に行く気はない。私はただ観客に囲まれたレフェリーのイルリングであんたと試合したいだけだ。ミスター・ジェフリーズ。私は地下室の闘技者ではない。この日以来、ジョンソンはジェフリーズへの挑戦を打ち切った。ロバート・ W ・エド・グレン。 ザイブニングワールド、マーチレイコ、1906同様の記述は1910年に刊行されたジェフリーズの自伝にもあり、1904年の出来事とされている。ただし、そこでは、ハリー・コーベットが用意した金額は2500ドルとされている。また地下室での決闘を拒絶したティサル・ジョンソンに対し、ジェフリーズが嘲笑しながら悪態をつく一説が存在するなど、 全体的により詳細な記述となっている。なお、この出来事自体は、ジャック・ジョンソンの自伝及び電気でも言及されており、事実とみられる。ただしジェフリーズよりのテキストでは、ジョンソンの臆病さが強調され、ジョンソンよりのテキストでは、黒人ボクサーをまともな挑戦者とみなさない、ジェフリーズのレーシストとしての面が強調される形での言及となっている。ありがとうございます。